インターネットテレビビルズ看護デスクの山根です。本日は前回に引き続き政治学者で YouTube、岩田敦史チャンネルでもおなじみ岩田敦史さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はですね、総裁選で河野太郎さんがもし総裁になるようなことがあれば危ないぞという話だったんですが、はい、今回は、高市さん、がいいんじゃないかという話をしていただこうと思います。はい、で弊社はやはり応援する理由があるんですねもちろん、その政治信条に惹かれて、もちろんそれを支持するの前提ですが、こちら政策集が枠から発売されております。はい、非常に今、すごいですね。10万部発行部数超えてですね。すごいですよね。今書店に行っても結構、いや結構見ますよ。見ます見ます。で、だってね、最初はね、河野さんの 本がいっぱい置いてあったんですよ。で、その河野さんの本がね、ちょっと縮小されてね、高市さんの本がバーって出てますね。だからもう、すごいんじゃないですか。で今ネットでも高市早苗フィーバーといいますか、ありますね、めちゃくちゃ盛り上がって盛り上がってますね。だから今回ある意味、まあ、総裁選が、まあ、このネットとね、既存メディア この影響力とか、まあ、それを、まあ、測る試金石になるのかななんて、まあ、個人的には見てるんですけれども、ということでこちらぜひお買い求めください。で岩先生もこれ、読んでいただいて、もちろんですかね、面白かったですね。特にね、最後に日本国憲法の話とかですね、でやっぱり国家とは何かっていうような問題について、意識されてるってことが分かってですね、まあ、個別の政策についてはね、もちろん、すごく勉強されてるのは分かるんですけれども、でそれは立派なことなんです。でもそれをそのまんま全部実行できるかって言ったら、私はね、それはできることできないことあると思います。ただね、やっぱり大きな意味での、そのなんていうのかな、大戦略と、そして国家を自分はどう見る、あるいは歴史に対して自分はどう思うというようなことをですね、これが確認できたらね、まあ政策っていうのは、まあ言ってみるならばですね、こう言ったら怒られるのかもしれないけれどもね、政策っていうものを全てだというふうに私は思わないんですね。政策っていうものは状況によって変わっていくものですから、ただ国家観とか歴史観というものは状況によって変えちゃいけないというふうに思いますね。大きな思想があって、それが揺らがなければ、そうです、自ずと、まあ、その状況に応じて政策が出てきますから、そういうことです、そういうことです。ということで、この本の帯にですね、初の女性首相へとあるんですが、この次が第100代総理大臣ですから、これがちょうどもしかしたら女性になるかもしれない、はい、この女性、まあ、今この時代に、まあ、男性だから女性だからっていうのはもしかしたら違うかもしれないんですけど、まあ、でも一つ、例えば高市さんが女性になったら、まあ、選挙でも、自民党としてもやっぱり初の女性総理、まあ、それで担いで、そうでしょうね、国民的に人気も出るでしょう、ね、出ると思います。で高市さんが尊敬する人物として、イギリスのマーガレット・サッチャー首相を挙げてるんですよ、で岩田さんもよく、サッチャーに関しては、してますよ、サッチャーの何がすごかったんですかね。まあ、サッチャーさんもですね、やっぱりね、鉄の女というふうに言われてますでしょ、でそれはね、どこからかって言ったらね、まあね、いろいろあるんですけどね、サッチャーさんの回顧録とかね、我が半生とかいろいろ読んでみて面白いんですけれどもね、例えばね、彼女の愛国心というのはですね、すごくて、で彼女のね、新自由主義的な政策に私は必ずしも賛成してるわけじゃないんですよ、サッチャーさんの、でだけどね、国を思う気持ちっていうのは、すごいですよ、それはね、何かって言ったらですね、まずね、ノルマンディ上陸作戦だったと思いましたけどね、あの時にね、サッチャーさんは大学生だったんですよ、でオックスフォード大学だったと思いますけど、でその時にね、化学化学やってたんです、彼女は理系なんですよ、でもね、その時にだけはね、私はね、こんなところで本当に勉強していていいのかと、私も戦場に行かなくちゃいけないんじゃないかというふうに思ったと、まあ、相当、まあ、すごいでしょう、だからこれぐらいの人なんだな。それからやっぱりもう一つはね、フォークランド紛争ですよ、でフォークランドというものをね、このなんていうのかな、アルゼンチンとの間で、まあ、紛争あったわけですけど、やっぱね、そこにね、大英帝国の旗がですね、この掲げる人たちがいるときに、その人たちを見捨てるわけにいかないと言って、まあみんなやめろという中でですね、まあ、結婚して、まあ、勝つわけですよね、これはやっぱりね、立派なことだったというふうに思いますね。サッチャーさんって確か、保守党の中でなんか消極的な感じで選ばれて、あんまりこうすごい期待されて成り物入りでみたいな感じじゃないですよね。サッチャーさんもね、何回も負けてますから、で高市先生も負けてるでしょ、ですよね、もう一つね、似てるところを挙げたらね、やっぱりね、サッチャーさんも
世襲じゃないんですよ、で全然ねお父さんはね雑貨屋さんのね、もう売ってるようなね、お店の人でね、全くねその保守党にいるね、貴族みたいな人たちと全然違うんですよね、でそれがねやっぱりお父さんも政治が大好きだった、でサッチャーさんも好きだったというところからね、まあずっとやっていくわけですよね、でこのね何度負けてもね、戦い続ける姿勢っていうのがね、私は高市早苗さんとサッチャーさんは似てるというふうに思いますね。ただフォークランド紛争に関しても言及されましたけど、サッチャーさんもこう何ですか、イギリス国民でやっぱりめちゃくちゃ人気が出たっていうのはやっぱ強い態度で、そこでやっぱりこう人気が出たところじゃないですか。でもある意味あれも危機といいますか、時代がそのサッチャーを求めてたみたいな部分があって、今もそれやっぱり日本と、特に中国との関係で、そういうのってありますよね。あります、あります。でね、やっぱりね、私は、立派なね、女性の政治家っていうのにはね、条件があると思ってるんですよ。よくね、女性だからね、首相になればいいっていうようなね、議論あるけど、私はこれ全く反対で、女性だろうが男性だろうがですね、きちんと資質のある人が総理大臣になるべきなんですよ。首相になるべきなんです。で、その意味においてね、私は、サッチャーさんとイスラエルの首相であったね、ゴルダメイヤという人も首相はいますけれども、彼女もね、彼女が、西側世界で初めて、女性で首相になった人です。でその後にサッチャーさんが出てくるわけですけれども、で彼らがね厭わなかったのは何かって言ったらね、危機の際に決断して戦うっていうことですよ。でつまり安全保障政策においてね、両方とも何て言うのかな、一言で言うならば軟弱な鳩ではなかったということですね。で何かイケイケどんどんのね、軍国主義でね、戦えばいいんだという人ではないですよ。だけれどもおかしな話が今あってね、その抑止力を持っちゃいかんとかね、その敵基地攻撃能力をね持ってはいけないとかね、もうそれってね、はっきり言ってお花畑としか言いようないわけですよ。北朝鮮がミサイル持ってる時にですね、ぼやーっとしててですね、なんかいやこっちは持っちゃいけないんだよ、持つ方が危険なんだよとか、全然理屈としてわからない、でそういうことをね平然と言ってる人たちがね、で男性でもいるわけですよね。だから男性とか女性とか関係ないわけですよ。だから私は仮に高市さんが、その100代目初の女性首相になるということがあったとしても、それは女性だからじゃないというふうに思いますね。そのゴルダメイヤー、よく講演とかでもいろいろ話されてますけど、ただ日本ではあんまり知名度ないですよね。そうですね、なんでかっていうと、イスラエルについての理解があんまりない感じがしますね。ベングリオンについてもね、初代のイスラエルの首相ですけど、これについても知らない人多いですね。でも言ってしまえばイスラエルってもう四方八方敵に囲まれて、その通りです、常に危機みたいな状態です、その通りです、その通りです。だからそう学ぶものって非常に大きい。いや非常にね、特にね、今の日本はですね、本当に学ぶべき点が多いと思います。でその度にね、必ず指導者が出てきて生き抜いてるわけです。あの国は一回でも戦争を負けたらね、国自体が消滅する可能性がある。でだからね、男尊女卑とかね、そんなのねイスラエルはないわけです。だから女性だからね、ゴルダメイヤーさんをね首相にしたなんてことありえないんです。なぜならだって女性に花持たせるために首相にしました、はい、それで敵から攻め込まれました、国消滅しました、じゃあしょうがないわけですから、一番この中で優秀だからゴルダメイヤーさんが選ばれて、で首相として戦ったわけですよ、で同じようなことを私高市さんにも言えると思っていて、今回の候補者の中でですね、高市さんを支援すると応援したいという人はね、多くの人はね女性だからっていうことよりもね、その4人の中で比較検討して喋ってるのもね聞いてみて、この人の言ってることが一番まともだから支持したいというふうに言ってるわけです。でむしろね、朝日新聞とかね、他のところがとんでもないこと言ってるのはね、なんか高市早苗さんが女性であるっていうけど、だけどそれは女性だけれどもね、なんか男にこびるようなね女だったとかね、なんかわけのわからない誹謗中傷の仕方してるわけですよね。ツイッター見ましたよ、名誉男性とか、そう名誉男性、そうどういうことだと、だって失礼でしょそんな言い方。あとね子供がいないとかね、もうねそういうのってね、もし逆の立場からね、もし物言ったらね、これも
のセクハラだとかね、なんやかんやというふうに言われるようなことをね、高市さんにだけはねぶつけていいっていうのはね、これ本当にひどい、だからリベラルという病だと思いますね、うん、本当におかしいですよ。ただ、まあ、高市さんもこの知れば知るほどその国民人気って高まると思うんですよ。僕、うん、もそうです。例えば河野太郎さんとかってもう絶対ボロ出るじゃないですか、うん、でもボロなんかそれがもう当たり前になってますよ、うんうん、失言というか結構上からの物言いみたいなのが、うん、あれ感じ悪いじゃないですか。見ました、あの官僚に対して言ってるあの動画あのパワハラ音声、うん、もうびっくりしました、何なんだよみたいなね、というふうに思いますよね、でその討論会とか見てても高市さんってやっぱその勉強されてるなっていうのはありますよね。いや本当にね、うん、それはすごく感じますね、うん、あの私ね本当にねそれはね、あの中で一番感じたのが高市先生が勉強されてるなと思った、うん、でね、まあ、大変申し訳ないけどね、勉強足りないんじゃないかなと思ったのはね、まあね、岸田さんも河野さんもね自分なりにされてると思うんだけどね、うん、野田さんはねちょっとね勉強足りないんじゃないかなというのでね、うん、だから女性初のっていうのね、うん、やたらこだわって、いやいやそうじゃなくて、あなたは総理になったら何をするのか、半分の閣僚を女性にしたいとかですね、うん、いやそれはなんか思いつきでしょうっていうことで、 なんで半分なんですかと、じゃあ3分の2じゃいけないんですかとかね、あの3分の1じゃいけないんですかとかね、いろんなこと言えると思うんですけど、じゃあ能力のない人もね大事にするんですかとかね、いろんなこと言えると思うんだけど、見ててねそのなんかね能力の差をすごく感じましたね、私は高市さんと野田さんの中でね、うん、まあ、ある意味この対局にあるこの女性候補2人っていうのが、うん、あいるっていうのは、まあ比較する上ではまあ いいですね、いいかもしれないですね、いいと思いますね、うん、ジャーナリストの安住さんっていらっしゃるでしょ、安住明子さん、はい、で彼女が言ってたんだけれども、あの野田さんがね、ええ、仲間とね、うん、飲み歩いてる時に、うん、一生懸命勉強してたのが高市早苗さんだというふうにね、うん、言ってて、あ なるほどなと、その差がねやっぱ出てきてるのかなという気はしましたけどね、うん、まあ、飲み歩くのは、まあ、我々も好きですけどね、勉強した上でね勉強した上で高市さんって非常に真面目な方 で、うん、でその非常にこう気さくで、うん、こう話してる感じは非常に申し訳ない方なんですけども、やっぱそう影ではやっぱりやってますね相当もう、うん、これもね あんまりねあの言うと誰から聞いたか分かっちゃうからあんまり 言えないんですけどね、ある自分の中でね政策が苦手だと、いうことだったら、それが得意そうな人にね、うん、電話して誰かを紹介してほしいと、うん、この件ねあの聞きたいということね、うん、今総裁選のね、うん、今でもやってると。ああ、そうですか。そうですね、うん、だからねそれはやっぱり立派なことだと思いますよ、うん、もう総裁選になったらねもう出たとこ勝負で何か言うかというふうになっちゃうかもしれないけど、うん、それでも勉強し続けてるっていうのはね、うん、これは立派なことだと私は思いますね、うん、ペーパーも読まないですよね、もうそれらでスラスラ出てくるじゃないですか。そうそうそう、あれもすごいですよね。であれペーパー読む、岸田さんは読むでしょ、うんうん、だからあれやめた方がいいと思うんですよね、うんうん、まあ、悪いことじゃないですけどね、まあ、悪いことじゃないと思います、うん、まあ間違いないようにね言ってるんでしょうけど、ね、ええ、でもやっぱり印象悪いでしょ、まあまあまあ、うん、やっぱ、ええ、あこの人何にも見ないで、だから頭の中に自分の中に頭の中にあって喋ってるんだなと、うん、もう完全にこう噛み砕いて自分のものにしてるんだっていうのは分かりますよね、それはね。私はねだからね学生に指導するときにペーパー見ないで話せと、うん、いうふうに指導してますけどね、やっぱねペーパー見てるとねずっと下向いてねなんかこう喋っててね、はい、なんか、うん、あのそれ読んだらいいやんと、こっちに出せよっていう話になっちゃってね、うん、その本人から聞いてる感じしないんですよ、うん、だからそれはやっぱり大きな違いだと思いますけどね。あれ岩田敦史チャンネル、もうあれだいぶ長尺じゃないですか、長尺最初に20分ぐらいの動画が最近なんか1時間超えることあるじゃないですか、たまに、あれってもちろん台本とかないわけで、そのままもう思ってることをしゃべる、だからまあただあれですよ、あの時読んでるのは新聞とかあの資料を読みますよ、さすがに資料まで全部覚えることできないですからね、だけどまあそれ以外のところはまああのそのままアドリブというか、まあ、思ってることをただぶつけてる、うん、だから思ってることです、うん、ませんね、うん、いやすごいですね、こうね岩田さんも、いや仕事ですからだって嫌でしょ、大学の講義とかでもね、いや私が一番嫌いだったのはね、パワーポイントを読み上げてる講義ってあったでしょ、まあ、いましたね、うん、あれめっちゃ眠くなるでしょ、だからねああいうねなんかね映画館でね、うん、自分でね映画館状態作って学生が寝てると怒るっていうのはね、おかしいと思ってたんです昔から、うん、だから一切ねあのそういうことしないで、あの寝かさないというためにはね、やっぱ前向いてね学生が寝てたらおい寝るなというふうにやっとくしかないでしょ、だからまあそれは実践してることですね、うん、最近オンライン講義じゃなしに普通の対面の講義、ね、この後期からまた対面に戻るんですね、うん、だからオンラインって今まで併用でしたよ、オンラインやりにくいですよね、オンラインやりにくいですよ、つまり相手の反応見えないから、うん、本当に聞いてるのか聞いてないのかわからないでしょ、だって聞いてなくてねこうやってポチッとつけといて、だってわからないんですよ、だっけあの
Google のね、Meet とか、はい、Zoom とかでやっても相手は顔出さないんですよね、うん、だから もしかしてポチッとやってね、そうですよね、どっか外に出てる可能性ありますよ、出てる可能性ありますよ、うん、で、あの学生にね、実際のところどうなんだよというふうに聞いてみたらね、いやよくあのなんかあのゲームやってますと、ゲームの音としてね、聞いてますと、うん、それ俺の講義かと言ったら、いや違います、じゃあまあいいけどと、そんなありますからね、やっぱり前向いて喋るっていうね、やっぱ人のこう見て喋るっていうのは、やっぱりこれは政治家としてね、僕は大事なことだと思うから、高市さんはねこれ、あの立派だなというふうに思います。やっぱ喋る術があると思いますね、やっぱ高市さん、やっぱ知れば知るほど魅力的な人物で、意外に安倍さんみたいになったら長期政権気づくんじゃないか、まあそこはね、ここはまだ曲がらないですけどね。でも河野さんとかってなんかいろいろな意味で、河野さんはね、確かにおっしゃる通りでね、河野さんはね、もし総理になれば、まあはっきり言ってね、野田さんも含めてですよ、なる可能性はないけど、野田さんだって今回総理総裁になればね、次の衆議院は勝てるんですよ、もうね、なんていうのかな、まあ次はね絶対勝ちますな、自民党は。なぜならね、なってすぐね、こいつは嫌いっていうモードにはやっぱならないんですよ、鳩山内閣だって最初みんな好きな人が多かったわけですよ、でそれ時間がたで菅内閣だってそうでしょ、で時間が経つとねやっぱりボロ出てくるんだけど、おっしゃる通りね、で河野さんでね、真面目に考えていただきたいのはね、来年の参議院選挙まで戦えるのかっていうことを、もうちょっと自民党のね参議院の方々は考えた方がいいと思いますね、つまり来年参議院選挙ありますから、ここでねもうなんか最初のうちは好調だったけど、失言とかね、いろんなものボロボロ出てきて人気が失墜してね、でもしですよ1年も経ってない状態の中にね、またね参議院前にね総裁変えろっていうふうなような議論になったらね、国民愛想つかずでしょうね、それこそ。だからやっぱり私はあの次の参議院選挙まで見据えなくちゃ、で次の参議院2回ね選挙乗り切ればそれなりの長期政権になりますから、でそのまあ、自民党の総裁である以上、はい、まあ、自民党政権というのはまあメディアから叩かれるわけじゃないですか、基本叩かれるリベラル政府から、はい、ただやっぱり1本目の動画でおっしゃったように、これ安倍さんみたいなこの保守のね、そうそう、岩盤支持層ね、無党派層というか、はい、まあ、そこをがっちり固めればいいわけ で、そこは菅さんもできなかった、できなかった、だからこうなってしまった、そうです、で菅さんの応援している河野さんでもそうなるでしょう、まあ、菅さんよりまあさらにまあリベラル色は強いじゃないですかね、でね、変えることはいいことだっていう人たちはね、決して自民党のね多くを支持してないです、多くでそういう人はいないですよ、なるべくね変えるっていうことは少なくして、でも変えなくちゃいかんことは変えていこうよという、これが保守ですからね、つまり変えちゃいけないと、何もかも変えちゃいけないっていうのは保守でも何でもなくて、それは顔面コロナだけですからね、だからそういう意味においてね、ゆっくりと変えていこうということで、で高市さんのね話聞いてて、変えることを何もかも拒否するなんて感じは全然しないでしょ、だから私はね、あの女性のね、あの閣僚半数以上にしますかとかなんかいうことを聞かれた時の答えもね、立派だったと思ったのは、いや女性だからとか男性だからという理由でね、あのその大臣とかじゃないと、ああいうことをおっしゃってたけど、私その通りだなと思いますね、ということで初の女性首相へ高市早苗さんを我々は応援しております。これ変更報道ですかね、これ。まあ、でもこれテレビじゃないんだから、それは自分の意見を言っていいんです。公共の電波使ってないですから、だから公共の電波使ってね、むしろなんか特定の候補を応援することがいけないわけですよ、だから YouTube でね、どんどん議論やっていきましょう、やっていきた方がいいと思います、ということでありがとうございます。どうもありがとうございます。